はザペイ宇宙のソシです。はい、ということで本日はですね、以前エアフォースワンとかでもやったんですが、各モデルの高額ランキングをやろうかなと思うんですけど、今回はですね、皆さんも好きな方が多いエアジョーダン1でやろうかなと思います。一応動画説明欄の方にですね、以前までやった高額ランキングの動画のリンクを貼っておりますので、ぜひこちらも見ていただければなと思います。で、今回もですね、ストック X で現在取り扱ってるスニーカーの中で、まあ、サイズによって金額が変わってくるかなと思うんですが、そのサイズの中で一番安い金額を出しています。ということで早速やっていきましょう。ということで、まずは第10位。それがこちら。コレットナイキ、エアジョーダン1レトロハイ OG、ファミリー&フレンズでございます。パリで設立され、2017年にその幕を閉じたブティック、コレットの関係者のみにわずか30足限定で制作された一足。その2年後の2019年に、ストック X2 で1チケット20ドルでのチャリティーによる抽選での一足のみの展開。左足には、コレットがオープンした1997年の数字とボンジュール、右足には2017とオールボワール、さよならのメッセージを配置した一足となっております。こちらの最低出品提示額は7000ドルとなっております。まあ、今回ランクインしているスニーカーのほとんどがですね、僕は実物を生で見たことがなくてですね、まあ、今回のこの一足っていうのも見たことがないんですが、ただ以前何度か行ったことのあるですね、ハワイのトゥルーエストというスニーカーショップがあるんですが、その行った時の動画もね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、そのトゥルーエストのインスタグラムにですね、これの写真が上がってたんですよ。やっぱショップの品揃えっていうのはえぐいです。まあ今はね、まだちょっと行けはしないんですが、この状況が落ち着いてね、こう旅行に気軽に行けるようになればですね、まずはやっぱりハワイに行きたいので、もうハワイに行ってトゥルーエストに行きたいです。この一足も見たいですよね。あとまあこの右足にですね、まあフランス語ではあるんですが、こうさよならと書いてあるのがちょっとなんか切ないなと。でこのコレットなんですが、その最後の日々に迫ったドキュメンタリーが9月26日から渋谷のパルコで2週間限定で上映されるみたいなんです。これはシンプルに見に行きたいです。続きまして第9位。で、これ9位なんですが、この動画をご覧いただいている方の中でもですね、このモデルに関連しているアーティストが好きな方っていうのは多いのかなと思います。それがこちら。ナイキエアジョーダン1レトロ OG、レジェンドオブサマーブラック 3M サンプルでございます。2013年に開催されたジャスティン・ティンバーレイクと JG によるツアー、レジェンド・オブ・サマーの開催を記念して制作されたモデル。今回9位にランクインしたモデルは、ツアー開催時に関係者用に制作されたモデルのサンプルモデル。インソールには2人の楽曲でもあるスーツ&タイのテキストが入るなど、特別感の強い一足となっております。こちらの最低出品提示額は7500ドルとなっております。まあ、これもですね、正直実物はね、生で見たことがないんですが、まあ、写真で見る限りですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、このスーツ&タイの MV もですね、YouTube に上がっているので、ぜひ聞いていただければなと思うんですが、もうめちゃくちゃオシャレなんですよね。で、ティンバランドがプロデューサーで入っているんですが、このティンバランドの楽曲が僕めちゃくちゃ好きなんですよ。で、そのティンバランドとジャスティン・ティンバーレイクのタッグってめちゃくちゃオシャレな楽曲が多いんですよ。他にもですね、マドンナを含めた4ミニッツであったりとか、オシャレな楽曲っていうのがめちゃくちゃ多いんです。で、そのティンバランドのですね、ソロのアルバムっていうのもめちゃくちゃ良くてですね、ショックバリューというアルバムがあるんですが、1で有名どころで言えばアポロジャイズとか、僕はですね、そのショックバリュー2に収録されているミートインザミドルが好きです。ぜひ音楽が好きな方はですね、そのティンバランドのソロの楽曲っていうところもね、聞いていただければなと思います。続いて第8位。まあ、これはですね、正直見たことがなかったですし、今回ランキングを出して初めて知りました。それがこちら。ナイキエアジョーダン1レトロハイ、テッド PDX パーフェクトでございます。2014年、ポートランドで開催されたテッドトークイベントのために制作された一足。半透明のアウトソールの中には、イベントテーマでもあるパーフェクトのテキストを配置。2014年のイベント会場でオークションが開催され、その時のみ展開されたモデルとなります。こちらの最低出品提示額が7850ドルとなっています。で、このテッドになんですが、ストック X のですね、共同設立者のジョシュ・ルーバーのトークもありまして、日本語訳もついているので、ぜひこちらも見ていただければなと思います。まあ、ジョシュ・ルーバーはですね、前に日本に来ているタイミングでですね、一回ご飯も一緒に食べに行ったことがあるんですが、ただこの動画を撮影する数日前にですね、ストック X から抜けたみたいですね。ちょっとあれは寂しいニュースでした。続いて第7位。このモデルはですね、9位のモデルと色違いになるので、まあ、さらっと説明しようかなと思います。それがこちら。ナイキエアジョーダン1レトロ、レジェンドオブサマーレッドグリッターでございます。まあ、こちらはですね、9位でも登場したモデルの色違いとなっておりまして、真っ赤なモデルになるんですが、こちらの最低出品提示額がですね、9000ドルとなっております。まあ、ジョーダン1のみのね、まあ、ランキングということではあるんですが、このトップ10の中に2足ね、こう入ってくるというのを考えると、このジャスティン・ティンバーレイクと JG のね、凄さがわかるような。
続いて第6位、まあ、これはですね最近リリースされたモデルでめちゃくちゃ話題になった一足です。それがこちら、ディオールナイキエアジョダンマネトラハイオージーでございます。1946年にフランスパリで設立したラグジュアリーブランドディオールとジョーダンブランドとのタッグからリリースされたエアジョダン1。今作は高級イタリア製のレザーを使用したアッパーに、サイドパネルにはディオールのモノグラムが散りばめられたスーツを採用。また生産数もハイカットは8500足限定でのリリースで、シューズの内側にはシリアルナンバーが配置されております。このモデルはですね2ヶ月ぐらい前にリリースされたモデルなので、結構記憶に新しいんじゃないかなと思います。そしてこちらのですね最低出品提示額なんですが9020ドルとなっております。まあでもこれがもうここに入ってくるんですね。まあ、この一足はですねもうそもそも定価が高いっていうのはあるのはあるんですが、ただまあレザーが違うということでですね、まあ、実物を見たんですけど、もう遠目に見てもですね全然質感が違うのがわかります。まあ、これはですね前にワーム東京に行った時にもですね見せていただいたんですが、実はその前にですね神楽坂にできたステーキ屋さんでカウマンというステーキ屋さんがあるんですけど、まあ、そこでですね展示されてるので初めて見たんですよ。マジでびっくりしました。まあ、そのカウマンはですね神楽坂にありますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。めちゃくちゃお肉美味しかったです。続きまして第5位、まあ、これはですねパッとスニーカーを見ただけではですねこれが入るのって思う方もね中にはいらっしゃるかなと思うんですが、ただよくよく聞けばですねあなるほどとなるかもしれないです。それがこちら、ナイキエアジョダン1レトロハイ OG バンドファミリー&フレンズでございます。NBA オールスターウィークエンド2017中に関係者のみに配られた一足。2016年にリリースされたモデルとはカラーなどに違いはないものの、赤いウィングロゴの入ったポーチや専用ボックスが付属。関係者のみのプレミアムパッケージで制作されたモデルとなります。こちらの最低出品提示額なんですが、桁が一つ上がりまして13,23ドルとなっております。まあ、スニーカーだけを見るとですね、まあ、2016年にリリースされたモデルとさほど違いがないんじゃないかなとは思うんですが、ただまあその実物をねこう見てないだけに何とも言えない部分があるかなと思うんですが、まあ、ただねこのボックスとポーチが付くだけでこんだけ値段が変わってくるのかと、まあ、それでねこう箱の重要性っていうところもですね、なんとなく伝わっていただければなと思っています。まあ、今回のこれはですね、まあ、ファミリー&フレンズ用なので、まあ、箱が全然ないものにはなるので、まあ一緒にはできないかなとは思うんですが、まあ箱も重要なんですよ。ぜひぜひスニーカーに興味がない方もそういったところまで伝わっていただければなと思います。続きまして第4位、まあこれはですねスニーカー好きであれば聞いたことのある方が絡んでいる一足です。それがこちら、スパイクリーナイキエアジョダン1レトロハイ OG フォートグリーンでございます。スパイクリーが設立した映画制作会社40エカー&アミュールフィルムワークスの本社内にて限定リリースされた一足。ミッドナイトネイビーとブラックを組み合わせた配色で、ヒールにはマーズブラックモンのロゴを配置。50足限定での販売だったこともあり、価格が高騰している一足です。こちらの最低出品提示額は11,500ドルとなっております。まあ、いわゆるですね、そのファミリー&フレンズ的なモデルではあるんですが、こう自分の会社内だけで販売っていうのもすごいですよね。しかも50足限定となれば、その会社内でもね、買える方っていうのはめちゃくちゃ限られてるような。続いて第3位、まあ、これなんですがいつかですね集めたいなーっていう気持ちが強い一足です。それがこちら、ナイキエアジョーダン1 OG ブレッド1985でございます。1985年当時の NBA 規約に違反するカラーリングだったこともあり罰金を課せられ続けたという逸話を残す一足。1985年のモデルでそもそも現物を見ることも難しい一足で高騰しております。こちらの最低出品提示額は12,000ドルとなっております。まあ、こちらですね、僕の動画でもよく出てくるワーム東京でなんですが、ずらっと並んでますよね。まあ、実際ですね、いくらぐらいするのかなっていうのを全然把握してなかったんですが、こんなにするんですね。ただまあ、希少価値的にですね、もうそもそも現物がないので、まあ、これぐらいするのかなという気持ちはあるんですが、まあでもいつか集めたいですよね。まあ、これを集めてですね、家にこうずらっと並べたいなという気持ちはあるんですが、まあ集めるとね、まあもし、まあ万が一ですよ、女の子が家に来たとなれば、まあ間違いなくドン引きされそうなね、ものではあるんですが、まあ、この状態で何言うてんねんっていう話ではありますけど、まあ、それっても欲しくなるようなものですよね。続きまして第2位、もうこれはですね通常モデルを見たことがある方もねいらっしゃるかなとは思うんですが、まあ、それのサンプルモデルとなります。それがこちら、デイブホワイトナイキエアジョダン1レトロウィングスフォーザフューチャーゴールドサンプルでございます。イギリスのペインティングアーティストデイブホワイトがデザインした一足。
通常モデルも高騰する中、今回ランクインしたモデルはサンプルモデル、つま先のゴールドが目を引くオリンピックをテーマにした一足となっております。こちらの最低出品提示額は12,500ドルとなっております。まあ、この一足なんですが、いろいろ調べているとですね、こう25足限定という情報もあったりとか、23足限定という情報もあったので、まあ、どちらが正確な情報なのかっていうのはちょっとわからないんですが、まあ、いずれにせよですね、めちゃくちゃ少ないっていうことです。まあ、デイブホワイト関連で言えばですね、2016年のエアマックス95があったりとか、まあ、これのですね、通常モデルもあったりするんですけど、やっぱりその中でもですね、このカラーっていうのが一番かっこいいなと思ってしまいます。というのもね、僕の好きなカラーっていうのが、まあ、全部入ってるっていうのもあるのかなとは思うんですが。ということでね、ラストの第1位なんですが、まあ、ランキングをまとめていてですね、これが1位と分かった時にですね、ちょっとおーという気持ちになりました。それがこちら、ナイキエアジョーダン1 OG シカゴ1985でございます。復刻モデルも絶大な人気を誇る一足のオリジナルモデル。これまで3度復刻されてきたカラーリングで、今回ランクインしたのはその1985年の一足。エアジョーダン1の中でもダントツの人気を誇る一足となっております。ということで、このオリジナルモデルなんですが、最低出品提示額というのが15,000ドルとなっております。1位がこれなのはちょっと嬉しい気持ちになりました。まあ、2015年に復刻したモデルをね、僕は一足持たせていただいているんですが、まあ、それもね、こう値段がどんどん上がってきてはいるんですけど、このオリジナルもですね、どんどん上がってるのかな。まあ、ジョーダン1なので、もしかしたらね、1985年当時のものもまだ履けるのかもしれないんですが、まあ、もし持ってたとしてもですね、これは要履かんすね。まあ、これもですね、まあ、3位のブレッドと同じように、いつか集めたいなという気持ちはあります。はい、ということで、ジョーダン1の高額ランキングトップ10をまとめてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、どれもですね、欲しいなと思う一足ではあるんですが、でもやっぱりこう1位にね、こうジョーダン1のシカゴが入ってきてるっていうのはちょっと嬉しい気持ちになりました。まあ、それなんでかって言われるとちょっとわかんないんですけど。まあ、これまでのですね、ダンクであったりとかエアフォースワンとかに比べるとですね、こうえげつないぐらい値段が跳ね上がってるっていうモデルではないんですが、ただね、100万超えのモデルがね、いくつか入ってるっていうのはやっぱりえげつないです。まあ、あとですね、僕がよく言ってるワーム東京なんですが、その3位のブレッドと1位のシカゴ、その85年当時のものがこうずらっとね、こう並んでるのを見たことがある方もね、この動画を見ていただいてる方の中でもいらっしゃるのかなと思うんですが、あれよくよく考えると本当に圧巻ですよね。まあ、ぜひね、その原宿に行く機会があれば、まあ、それを見にでもですね、こうワーム東京に行っていただければなと思います。ちなみに今回紹介した10足の中で、これ持ってるよというですね、1足ってありましたが、もしあればですね、それをぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。また今回ですね、価格をチェックさせていただいたストック X のリンクっていうのも概要欄に貼っておりますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。はい、ということで本日は、エアジョーダン1の高額ランキングトップ10を紹介してみた、でした。本日の動画が良ければ、ぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、Twitter や Instagram、そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。ちなみにね、今回の動画とはね、ちょっと違う話にはなるんですが、久々にですね、またプレネで一足スニーカーを買ったんですよ。またそれも後日動画で紹介しようかなと、撮影して紹介しようかなと思います。ちなみに今回のランキングの中でやっぱりこう欲しいなぁと思うのはですね、まあ1位のシカゴか、まあもしくはまあ3位のブレッドになるかなと、やっぱり一番欲しいのはシカゴになるかなと思うんですけど、あとはですね、レジェンドオブサマーのね、ジョーダン1もかっこいいんですよね。ぜひね、今回のそのトップ10の中で好きなモデルっていうのもね、ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。 3.26 AD Air Max on your feet.